外に広げて堀米です。ここも内側入れました。島田がキープしてもう一度内側です。水戸俊介、はい、左足でフィニッシュ、決まりました。前半5分です。打ちました。いや新潟らしい崩しだったですけど、あこの前の縦パスがまず素晴らしかったですよね。そこからの人数をかけた崩し、はい、最終的には水戸のところですけど、まあ、このファーストタッチも素晴らしかったですし、